マイケル・ダグラスはアメリカ合衆国の俳優、プロデューサー。俳優のカーク・ダグラスの息子である。1975年に、格好の巣の上で、を制作し、アカデミー作品賞を含むご尾門に輝きプロデューサーとして脚光を浴びる。その後1987年に、ウォール街でアカデミー主演男優賞を受賞した。ニュージャージー州出身。 父方の祖父母はベラルーシからの移民で、ユダヤ系。母親はバミューダ諸島出身の女優リアナディル。カリフォルニア大学サンタバーバラ校で学ぶ傍ら、演劇の訓練も受け、父のもとで映画制作を学び助監督として映画界に入ったが、俳優に転校。1972年から放映されたテレビシリーズサンフランシスコ捜査線では、 エミー賞の候補になる当注目を集め監督業にも進出し評価されるようになる。1975年には、各校の巣の上で、を制作し、アカデミー賞作品賞を含むご部門に輝きプロデューサーとして脚光を浴びる。1987年、ウォール街でアカデミー主演団優勝を受賞。2004年のゴールデングローブ賞では、 厚労賞であるセシル・ビー・デミル賞を受賞するが、この賞は父、カーク・ダグラスも受賞しており、史上初の親子2代での受賞となった。1969年、危険な常時、ローズ家の戦争、氷の美賞、ディスクロージャー等に主演しており、女性に本弄される中高年男性を演じる役柄が人気を集めた。俳優以外では、政治活動、 特に反原発活動家として知られている。原子力事故を描いた映画チャイナシンドロームを制作、出演した。また、国連平和大使にも任命されている。2008年アメリカ合衆国大統領選挙の前年にはヒラリー・クリントン支持を表明していた。2014年1月14日、ユニセフは彼の長年の核兵器廃絶運動への取り組みを評価して、 ダニー系人道平和賞を贈呈した。2016年、セザール賞、名誉賞を受賞。1977年に結婚し息子、キャメロンを設けるが後に離婚。2000年に、トラフィックで共演したキャサリン・ゼタ・ジョーンズと結婚して、一男一女の二人の子供がいる。2009年8月、過去にもドラッグ購入やコカイン所持で逮捕歴のあった、息子キャメロンが、 メダンフェタミンを販売目的で所持していた容疑で逮捕された。これについて非常に動揺している、非常に残念だなどとコメントした。2010年8月、ステージ4の末期の口頭がんを患っていることを公表。抗がん剤治療と放射線治療を受けていたが、翌年1月16日の第68回ゴールデングローブ賞受賞式に夫婦揃って、 久しぶりに、公の場に姿を現した。その際に受けたインタビューにて、咽頭癌を克服した胸を明らかにした。ありがとうございます。